平安時代、紫式部が参籠し、源氏物語を起筆したと伝わる石山寺。大河ドラマ、光る君へのスタートとともに、石山寺では世界観を楽しめる光る君へ琵琶湖大津大河ドラマ館がオープンしました。今回のシガプラスワンは、平安文化を今に伝える伝統技術をリポートします。滋賀県の皆さん、こんにちは。書道家の青柳美仙です。私は伝統と革新をモットーに、世界10カ国以上で書道パフォーマンスを披露しています。滋賀県の阿戸川町にやってまいりました。今日は巻筆と高島仙骨へ伺います。私の職業やこう名前なんかともご縁を感じていて、とても楽しみにしています。では行ってきます。ここ半慶堂では、創業以来400年、巻筆という平安時代の高級筆の製法を継承されています。現在唯一その技法を伝承されている藤野さんと長男の純一さんにお話を伺います。すごいたくさん筆ありますね。そうですね、種類はたくさん、いろんなあのサイズ取り揃えさせてもらってるんですけど、まあ、中でもこちらとかは日本で私のとこだけ今作っている巻筆という製法でして、今は本当に国内外問わず、あのたくさんの方に使っていただいてます。はい、この変わった形の尺と、そうですね、ちょっとスズメの頭みたいな形の、可愛、はい、らしいですね。はいはい、まあ、実際にこれも書いていただいた書なんですけど、はい、まあ、こういう太細がしっかり出しやすいというのが特徴的な、はいはい、もう見てるだけでワクワクします。ありがとうございます。あちらがあの昭和54年に宮内庁からご依頼を受けまして、天平昭法4年に大仏の開眼供養に使われた筆を保存させていただいて、あのお納めさせていただいた時の、まあ、写真ですね。お納めさせていただくまでのその制作の月日が約7年かかっています。開眼ということは目を、そうですね、実際に後白河法皇があの大仏様の目に描かれた時に使われた筆で、これがまあ実際にその同じものを彫った、はいはいはい、ますね。こちらすごい絵が長いんですね。そうですね、今の筆ってのは、はい、芯があって上にこう化粧毛ってこういう風に毛が着せてあって、まあ出来上がるのがまあ今の一般的な作り方で、巻筆はその中に紙を巻くので、まあ木筆っていう風な言い方なんですけども、はい、この芯にまあこう糸で縛って固定した後にこう紙を巻いて、また毛を着せて、次また紙を巻いて、また毛を着せるという風な繰り返して、はい。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそ、どうもようこそ。はい、今日は実際にあの運転筆で、はい、を作られているところを、はい、あの拝見させていただけるということで、今はどのような作業をされているんですか。まあまあ、ちょっとこういう細い筆のもの、芯立てといいまして、はい、一番まあ筆の芯を作る一番まあ大事なところの練り混ぜという工程のところを、はい、作らせてもらっておりますが、こんなに一つずつ手作業で作られているんですね。はいはいはい、それはもう、はい、まあ、細い筆も太い筆も同じ、作りで紙を巻いて先だけしか折れないように作る。これがその、まあ、昔の筆の作り方で、まあ、あの私も先祖は、まあ、あのちょうど400年ちょっと前からこの筆をしてまして、そういう昔の技法がずっと代々、まあ、伝わっているということで、はいはい、今も、まあ、あのこういう紙巻きの筆を、はい、作っているということで、ね、歴史を感じます。では先ほどの巻筆で書かせていただきます。今かなを書いてみたんですが、とっても芯が効いていて書きやすいです。巻筆の特徴として、うん、筆のまとまりがすごくいいので、こう割れることなくスムーズに墨含みも良くて書くことができます。次は平安ゆかりのもう一つの伝統技術、高島仙骨を伺いたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。はい、青柳美仙と申します。お願いいたします。スイーターフェンスのスイーター正夫と言います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すごい、とっても素敵な絵のセンスがたくさん並んでいますね。はい、滋賀県にちなんで、はい、私とかはこういう鮎柄ですね。わあ、素敵ですね。はい、そうでしたの。そうですね、はい、わあ、素敵。今私のところで一番よく売れてるんですね、
黒に、ね、赤をちょっと2枚ね、ここおしゃれですね、はい、こういう紫式部さんわ、はい、こちらもすごいもう雅ですね、はい、素敵です。こういうセンスがよく出てるわけなんですけども、こういう実用的なものとこうやっぱり美しいものと、そうですか、素晴らしいですね。高島仙骨とはどういったものですか？これが高島の仙骨でして全国のもう100パーに近いもの、はい、ここの地で作られています。高島で作られています。そんなに高島で作られているんですね、はいはい、先進になる骨の部分ですね、これを生産しています。主にどうしてあの阿戸川でこの仙骨が作られるようになったんですか？はい、ここの北に阿戸川いう川が流れています。その川が昔よく決壊しました。ですので堤防を守るために竹が植えられたりね、その竹がとっても良質だったためにここで仙骨が始まったと言われています。そういった歴史があるんですね、はいはい、高島は本当にこの仙骨の町なんですね。そうですね、もう100万に近いほど作られてますんで、裏の方で工房で作業してますんで、よかったら見てくれますか？よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。仙骨の工程はですね、工程ごとに職人が違うんです。竹を切る人は切る人、そして割る人は割る人、薄くする人は薄くする人、全部職人さんが違いますので、私たちの業者がそこの職人さんに発注をしまして、お願いするわけで、ですので扇子にして上がるまで早くて1ヶ月ぐらい、1年がかりで扇子を作っているわけですね。扇骨は36の工程がございます。ここでは締め直し工程ですねを見ていただきます。手を出して下から上、上から下、このように触ってください。ザラザラだと思います。そうですね、これを宮田さんのお肌みたいツルツルしますので、どのように変わるか見てください。わあ、すごい細かいですね、もう一度触ってください。はい、どうぞ。どうですか？すべすべです。変わりました？全然違います。すごいすべすべです。これは私の職人の技か。ここではですね、扇子の絵付け体験をしてます、はい、小学校4年生で地場産業として、習ってますんで、その一環として私そこへ来られるんですけども、はい。あ、素晴らしい取り組みですね。あ、そうですか、はい、たくさんの子供さんが来てくれます、はい。じゃあそこでこう体験ができるんですね。あ、そうね、自分だけのセンスができるわけですね、はい、私もぜひやってみたいです。どうぞやってください。ありがとうございます。では今日は、こちらの通常はね、この洗面の紙に書かせていただくと思うんですが、今回はこの完成したこのセンスに直接書かせていただきます、はいはい、どうぞ。うわー、こう色を使ったり、こう絵筆がたくさんありますけど、ね、はい、皆さんこう結構いろんな色で自由に描かれるんですか？もう濃く描かれるとあとが大変なんですよ。あ、閉じたら、乾かないから。水きますんで、先生の前おりますんでね、はい。完成しました。こういう感じに仕上がりました。なんて書いてあるんですか？まあ、優しい感じには見えますけども、はい、中身がちょっと分からない、はい、これは紫式部の和歌を、はい、書かせていただいて、はい、このピンクや紫っていうのはこう紫式部をイメージして、はい、柔らかい色味で
こう流れるような感じの美しさを表現しました。ああ、そうか。はい、すごくこう勉強になりましたし、めっちゃ楽しかったです。またぜひ行きたいです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。白髭神社にはこの扇子に書いた詩の石碑があります。御代の海に網引く民の手間もなく、立ち居につけて都小石も。これは紫式部が琵琶湖の高島の御代ヶ崎というところで網を引く漁民の姿を見ていると、ここはもう都ではないのだと思い、都が恋しいと呼んだものだそうです。紫式部も平安時代琵琶湖を眺めていたんでしょうね。滋賀県には今でも多くの奥深い歴史文化が各地に残っています。皆さんもぜひ紫式部のゆかりの地を巡り、時代の面影を感じてください。